マイテース。マイテース。では始めたいと思います。おはももっさんとおじやんです。本日もよろしくお願いします。ゲームセンター CX ありの挑戦状 DS やっていきます。前回はガリアクエスト、挑戦の続きからやりまして、ヘブンズタワーですね。ヘブンズタワーに行って、でそこのボスを倒して、で鍵をゲットしましたと。でヘブンズキーですね。でまあいつも通り城の宝箱開けて、でこっちはデモンダンジョンの、鍵を開けて、そこを潜ってメーカーに向かう途中ってことですね。はい、よろしくお願いします。今回確実にメーカーまで行きたいですね。で展開も多分いけるんだと思うんですよね、その後も。まあ、まず冥界も探索しないといけないですけどね。結構、ボリュームあると思いますね。冥界があるってことはイコール、あれですね。まあ、そこも通ったり、展開の、フィールドも通ったりなんで、やっぱかなりのボリュームありますね。あれさえ広いですからね、この中。で、下にショートカットがあるんですよ。で、ね、上のとこ行ってなかった気がするんですけど、そこだけチェックしますね。上行って左行ったとこっす。あったわ、あったあった。いやー、やっぱりありましたね。見逃してた。魔除けのこう、だるいな、こいつ。いや、隣の倒したやつとか経験値もらえないんですね、逃げると。なるほどね。しょうがないですね。消えピッタンとか知れといてほしい。おなじみの消えピッタン。やるなぁ。ん？ここか？あ、なんもなかったやつ。じゃあこれで進みましょうか。クリアースのレベル X 必要なんでしょうね。30代でいけるかな。1回のフィールド終わるぐらいに
そらく30ぐらいになりそうですかね。でそこから、ヘブンズタワーの、先の、敵と、あとはね、あれですね、展開ですね。もうさ、見えないよ、それは。そりゃ見えないよ、もうさ。もう。今日は全面的に邪魔してきますね。上行って右です。普通にクリアするのめちゃくちゃ大変ですよ、このゲーム。裏技でいきなりエンディングっていうのがあるんですけど、まあ、それにしたらもう面白くないんで、ね、やらないですよ、さすがに。したらレースゲームの無敵ぐらいは多分やると思います。いやかなり難しいんでレースゲームだけど結構同じことをひたすら繰り返すのになるんですね。一度やったステージはもうやんなくていいかなと思ってるんで、メインステージを使ってっていう感じ。このステージやってねえかとかちょっと後で調べてみますけど、武蔵の脇差し、これ防具ですかね、防具だ。いや、下がんのかい。ちきしょう。いや、広いっすね。広いな、この階も。もう、迷路だよ。覚えきれないっすよ。めちゃくちゃ広いっすよね、このゲーム。サーバーって確か縦に広かった記憶ありますけど、ね、こっちは本当に横に広いっすよね。あった、ありましたね。もう似たような構成だもんな。もっと上行きがあるの、そう。いやー、入ってるか。宝の可能性あるね。あ、よし。ルシファーの鎧。上がるね。よし。よいし
三菱。いや、強え。いやー、これ強いっすね。こちらに使うしかねえじゃねえよ。いやー、強えな、今の。いやー、しんどい。いやー、しんどい。最低、最低。くそ。いやー、今のは最低だな。いやー、これ、MP 消費が激しいんですよね。いやー最低だ今の。いや2回使われたらもう全滅じゃねえかよ。木王子です。音ゲー下手ですが好きなのでもしかしたら不定期で上げていくかもです。トランスやユーロビートなど今聞いてもいいですね。いやーこいつマジ強いですね、ガジガメブが。いやおかしいよあの響き方。よし、オッケー。いや、MP を持たねえよ。くそ。もっと？なんかありますね、橋が。よし。え？あ？もしかしてもうこの回が冥界なんですかね。いや、ダンジョン扱いになってますけど。おっと、BGM 変わったぞ。生きて帰れると思うんだよ。ああ、とうとうここまで来ちゃったよ。どうせ王に殺されちゃうのにさ。ボスがいるってことですか、ね、帰れ、今すぐ帰れ。ああ、やっぱさっきのとこもう冥界に来てるって流れか。だからボス戦なんで回帰しときましょう。おそらくボス戦ですよね。いや、すごいとこに来たね。いや、もう間違いなく俺なんでしょうか。いや、すごいな、これ。来たな、地上界の勇者の末裔たちを。お前たちは何へ戦う？正義のためか？はい。正義とは何だ？誰にとっての正義だ？ならば私も冥界の正義のために戦おう。冥界を侵略するマウンテから我が民を守るため。なるほどね。この王は王で冥界を守るために、冥界の民を守るために戦うんだな。展開は展開で一緒っすかね。冥界のルドラが立ち上がる。いや、姫を救うために戦ってんじゃねえのかよ、そもそも。いや、BGM かっこいいっすね、相変わらず。デデデデデ、ガチガチか。あとは見た目がね、頑張ってる。いやー、来た。これが痛えな。これが痛え。うぅ。いけそうっすけどね。よし、いった！オッケー！よーしよしよし、ルドラ倒しました。ヒラリス。あ、辛味噌、辛味噌が覚えたんだ。あ、いいっすね。よし、うん、いいっすね。何のために戦うのか、誰のために戦うのか、今一度思い返してみるがいい。
いやーなんか深いっすね、この回は。答えを誤れば世界はお前たちの望まない未来へと向かうであろう。明快なことは手に入れた。うわー、つあの選択肢重要だったんですかね。いやなんかこれがあれですね、進んでいく流れだと思うんですよ、シナリオは。会話してみましょうか。腹減ったな。なんてことをしてくれたんだ。やはり食い殺しておくべきだった。いやーやめてくれ、近寄るな。お前たちなんてこと、これから何を支えに生きていけばいいんだ。うわー、これかひどいことやってますよね、なんだかんだ。いやーなんで戦っても、しょうがないっすよね。好きな子おる。いやーマルチエンディングじゃねえと思うんだけどな。もうちょい探索して MP 尽きたら戻りましょうか。もうないかな。なければいいですけど。MP は持たないですよ。よし。向こうがヘブンスターの方取れますよね、そういや。うん、なさそうですね。オッケーオッケーオッケー。これじゃあ寝ましょう。この状態一回また王様に会話しましょう。飛んでいけ、整理もしますよ、また。よくぜやってくれた。冥界の王は倒れ、世界の平和になるだろう。しかし、お前たちが冥界の王を倒したために世界のバランスが崩れておるんだ。うわぁ、冥界の力が弱まったせいで力を増した天界の魔物がもし暴れ出したりしたら、多分絡みそう。今度は天界の王を倒し、世界にあって倒してくれ。いやぁ、こんな、絶対こんなもんやつ、ハッピーエンドにならねえじゃん、この終わり方。だからこの、あれか。なるほどね。冥界の王とか、もうこの、プレイヤーたちが倒したことになってるってことか。はいはい。あ、やっぱりこのゲームプレイした後にサーガをプレイした方がいいと思います。ね、うん、話繋がってますね、やっぱり。じゃあ、ヘブンズタワー行きましょう。さっきのとこやっぱ冥界だったんですね。まるでフィードになってんのかと思ったんですけど、いや、そこまで広くなかったですね。ゲームか。いや、こっちこっちで敵がだるいんですよ。の見た目っすもんね。一応回復とくか。なんか何かね。よし。
そう、それは、冥界の魂とも言うべき、冥王の言葉じゃないか、そっか。これやんねえと、ああ、こう通れねえのか、どっちにしても倒さねえと。それこそまさに冥界までたどり着いた何よりの証、良いでしょう。私はここから立ち去ります。私が人間をこの先に通すことになるとは、世界は変化の時を迎えようとしてるんですね。うん、よいしょ。太陽神のクズです。いや、単体ならいけると思うんですけどね。いやー、勝って。しかも逃げるパターンだ。いやー、だるいなー。これもさっきのパターンだ。モフおじです。ダイエットでカロリー計算したい場合はセブン。美味しい食料品はローソン。ファミマは大盛り系の台湾ウーロン茶がいいですね。いやー、もう全体範囲きつい。よし。まさかの豚骨が一番最初に上がりやがった。シルバーストーン。近道あるな。次な、30しか当たんで。強いよ、こいつ。いやー、結局逃げんのかい。ダメっすね。やっぱこいつも逃げるタイプだ。いやー、こう配置しとくんじゃねえよ。精霊のでも。うわ、剥がるね。豚骨か。わー、来た。守護者でやがった。いやー、やるか。やりましょうか。で、今回使いましょうか。銅の守護石あたり余ってるんで、使って、で、こうですかね。20下がりましたね。いやー、即デースあんのか。はっ、いや、2回かよ、しかも。いや、2回は反則だろ。また死んだわ。いやMP が持たね。よし、倒した。オッケー。よし。いやー、やっぱもうあいつを倒した時点で満身創痍になっちゃいますね。強すぎて。だからな。サジタリウスの弓来たね。ヘラクレスに出てきそうなやつ。いや、すげえ上がんな、武器。いやー、豚骨か。どうしよっかね。いやー、豚骨か。20上がりますもんね。うん、1個出てくれたらありがたいんですけど、ね。
っかそこ。やった。30か。マジで破滅的な一撃。いや、そりゃ破滅だわ。ヒラリス使った？ヒラリス使うタイプか、天空って。ああ、ありがたいですよ。いや、強い。こいつマジ強い。いや、食らいすぎだって。ここはショートカットのとこつながってる。ホーリーシールド。いや、上がるね。地獄だな、こいつ。いや、こいつバックじゃねえけど。破滅的な、いや、破滅的多すぎだって。いや、広いっすね。ああ、このパターンだ。このパターンだ。ちゃんとこうじゃないっすね。わからん。オッケ燃えた牛、スレイプにいる。すごい名前ですね。名前のセンスがいいっすね。いや、熱い。危ねえ。
いやー、そっちは宝だったか。くそ、見えちゃったね。ボット回復に行くよ。いや、いけ。痛恨率がマジで高え。くそ。モフおじです。喉が弱いのでほぼ活用できていませんが、実はダイビングのライセンスを持っています。オッケー。うすごいとこ来たよこれ。いや、まだつかないっぽいな。いやー、3体はきついっすね、このタイプ。いや、もう彼さえ強いのに。レベルが足りてないんですよね。よし。いやー、う。ああ、ダイスかけてくれたんだ。ありがてえ。なんだこれ、初めて見た。鏡のようなオブジェに手を触れ、たちまち中に踏めた。これもワープタイプ。いや、いるじゃねえか。いるじゃん。いや、こいつは、ブスじゃないっすね。歩いてるから、多分。お前に暗号を教えてやろう、来たきゃ。うわぁ、これ覚えねえ、ダメだな。これ覚えないとダメっぽいね。ちょっと眠ります。2、3、4、1、5のびっくりマーク。ADBCE が、いやー、まさかの謎解きがこっからあんのか。なんか隠しコマンドみたいな。隠しコマンド、あー、これ裏技ですかね。ついでにもう一つヒントをやろう。階段に着いたら一呼吸。これを忘れるな。うん、よくわかんないですね。それはよくわかんないよ。レベルアップしたら教えて。ホーリーランス。あ、すげえ上がる。オッケー。これだ、これっすね、暗号。これだ。いや、まさにこれじゃん。ちょっと待ってね。念願行きましょう。違うとこに来たぞ。なんか戻ってきたんですけど。あれ、なんだこれ、よくわかんないっすね。いや、よくわかんない。この家はそもそも何なんだよ。当たりを見ましたら何もない。いやー、よくわかんねえな。A だから、2ってことっすかね。ここは B ですね。B だから4ってことですかね。多分ね。で、ここ C なんで、C は1。あ、こういうことか。やっぱそうですね。で、E なんで、5番。あ、ついたついた。鏡はおそらく戻りでしょうね。近道あるんじゃない？近道使っちゃうかも。
よく持たないですもんね、どっかに戻るの。ぽいぽい3300すごいくれんな。あ、宝ルートだった。いやーだるい。いやー来たね、時を越えしきりん。やばそうな出てきたよ急に。いやーやばいっすね、時を越えしキリンですから。よーし倒した。ふぅ。いやーしかも何も落とさねえのかよ、クソじゃん。来た、アマテラスの剣。すごいの来たね。上がる、すげえ上がる。いやー、豚骨いけるんだ。じゃあ、豚骨にして、これを、ここにすりゃいいですね。うん、あー、ひねまでしょうね。いやー、来た、立ち上がだる、この巨人。だいぶいけると思うけどな。よし。ふぅ。あ、来た。もっと回復に行くよ。いや、敵出しといて、そりゃねえよ。いやー、こう、回復ポイントあるとはいいんですけどね。期待はできないですね。やった！いいっすね、もうガビア回復してくれるから。よし、やった。あー回復ポイントあった。おっしゃ、来た来た来た。いやーこれはありがてー、これはありがたいっすね。でもこの回を探索してもいいな、多分上が進行でしょうね。あー宝ルートだ。いやー、そう来たか。イニシエの信号車。いやー、来たね、ここで。どうしよっかな。いや、回復あるから、こういい、こういうじゃなくてもいい気がするんですよね。もう、キライスがでかいっすもんね。よし。まあ、でしょうね。そうなると思ったよ。もう全然いいっすけどね。回復できるね。経験値もいいですね。はっ、ちょっと持ちきれないんですけど。あれ、いや、もう空きいっぱいなの。いやー、うん、どうしましょうね。はっ、ちょっと待って、いやー、出てくんのかよ。いやー、これうざいっすね。空きいっぱいだと遠慮して戦えるってことか。影にはいいっすけどね。やった。ね、上がった。銀のしません。いや、ポンってね、空きがどんどんなくなってる。いやー、戻りたくねえな。戻りたくないっす。たぶん、ワイバーの羽とか捨てましょうか。レベルアップしたら教えて。いらないっす。これは武器かな。あ、違うな。武器じゃねえよ。
宝入ってると思わないっす。すごいよな、しかしここ。木文字です。スーパーに行くとご当地のカップラーメンとか置いてあるが、味は保証しなくていいのでご当地のラーメンをいろいろ置いてるラーメン屋さんが近くに欲しい。まあ、そうなるよね。くそ。いやー、こんなにいらねえよ。レベルアップしたら教えて。よし、魔力のリンゴを、いや、そっか、メイコか。お腹すいなぁ。いやー、もう飽きがねえよ、こんなの。いやー、命のリンゴ。いやー、どうしましょうか。精神の仕事。いや、いろいろ出てきますね。アリスの上位版覚えてほしいっすね。これガンガン使いたいよ。いや、もう飽きがねえよ、常に飽きがねえ。いらないですからね、これ。絶対こういうのいらねえと思うんだよな。いい位置の花火が。いやー、気になるな、いい位置の花火が。今日会計ですね、この位置は。いやー、やめといた方がいいな。最後の時期やった、くそ。しゃい。アースロール。
いや、すごい上がるね。半分ですかね。いや、まだ続きますね。いや、半分か。うぅ、頑張りますよ。城の王様が敵の可能性ありますよね。冥界の王と天界の王が邪魔で仕方ないっていうオチですかね。だいたい姫はどこにいるんだよって話ですもん。姫。ファントムシール。いやー、やられた。いや、そうきたか。耐えろ。よし、オッケー。うぅ。いや、すごい。4300すね。次だろうと思うよ。いや、いってえなぁ。いや、80は食らいすぎやってたから。いや、おかしいって。この野郎。いや、強いっすね。
うまいなぁ、うまい。地下の近くの道路でポンポン野球をやっていたのですが、近くの畑にボールが落ちておじさんによく怒られていました。シュイ、持ちきれん。いや、一個空き作っといた方がいいっすかね。一個使ってみるか。いや、全体回復すかね。いやー、そうっすよね。いやー、そうっすよね。使ってみるとわかんねえんだもんだって。マジで？マジで？草の上を。いや、湧きないっすって。いや、もう、思ったは絶対いいっすよね。これ、湧きなさすぎて。うん。だって、もうばっかっすもんね。うん。いや、戻りましょうか。戻ろう。ダメだ、これ、湧きがなさすぎる。クリアしたらまた武器が更新されるとか、そういう流れになりそうな気がしますね。一応さ、上がるのがないか一応チェックします。一応チェックしますね。あ、ないね。よし。行きましょう。ヘブンズと。よし。
いや、混じってやる。いやー、混じってよ、だるいのが。もう。いやー。よし。すんげえ宝箱逃してますね。どんだけあんだよ、ここ。あ、こっちがこう行けば宝が取れるとそっか、ストーンとかも、ああ、そうそう、ストーンとかも売ってねえから気がねえのか。そうですね。完全に忘れてますよね。あ、上がるね。ありましたよね。うん。うん。お、5上がった。これはでかいっすね。下ですよね、確か階段とか。あの暗号とかもう一回通るのか、あれがだるいっすだよな、こいつが出ると。くそ、え、おーし、あ、で、こいつは逃げ待ち。疲れるな、このゲーム。セリフ量多いんだよ。よし。宝どんだけのこっち。ああ、そうっすね、これ。下に置いて宝のとこかな。ペガサス装備。
下がんのかい。いやー、下がんのかよ、まさかの。スタノーブレードっすね。木おじです。現状目標は60代近くまで配信をやって、その後は自分の過去配信を見る生活を送りたい。結局最後までゲーム人生になりそうだが。しょい。リンゴは出たよ。32まで上がってますね。いやー、上がってますね。やるなー。でも終盤来てますね、これ間違いなく。からではいけないんですよね。正面から調べる。で、暗号なんで。A は2。で、こう気になってんのは、この次っすね。この次に右辺ですよね。見てみましょうか。あ、宝ルートっすね。やうーもう見れねえよなこいつ。いやいや、なんで何回逃げれんだよ。結局倒すんかよ。もうでもキラリスかけてくれてるのがありがたいですね。セラフィムの用意。上がりますね。上がるな。あれ ?D のとこまで来た。なるほど。D なんで、3番。B なんで、4番ですかね。C なんで、1番。5番。一通りやんねえとダメだ。で、これであれか。カイ君のとこですね。うわ。うん。
よし。よし。ゲイ。宝だった気がするな、うん、おーし、いや強いなこいつ強え倒せねえのかよって倒せ、よし。オッケー。うん。え、やめんの？うん、あった。よし。またこのパターン。うわー、すげえ。ちょっとめちゃくちゃあるんですけど。いやー、これは地獄っすね。いやー、これはかなり、どれかが当たりって流れか。全部調べなきゃダメっすね。ああ、ついた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 。これが展開ですかね。これ、展開ついたって流れですよね、多分。ね、男女の中に含まれてるの。ついた、 BGM 変わったね。あ、これが展開なのか。いるね、いるね。あー、じゃあちょっと回復しましょうか。199、174。こんなところはよく来たな。回れ右して今すぐ帰れ。いや、王様の犬なんで、倒さないといけないですね。だって姫いねえじゃねえかよって。ここは薄汚い人間風情が立ち入る場所じゃないぞ。好きなボール。いや、ほら、もう王しかいねえよ。どこにいんだ、姫の。異界の勇者たちよ。私は今までこの世界、そしてあなた方の行動を展開から密かに見守ってきました。今や冥界の王は倒れ、古の名役がその効果を失いつつあります。すご
あなた方の3つの世界の秩序を乱しバランスを崩壊させてしまったために今世界は大きな変革を迎えようとしているんです。3つの世界が断絶したまま古の盟約を守り続けるか、それとも古い思想を捨て新たな時代を迎えるか、この戦いに勝った者がそれを決めることができるんです、ね、展開のフィーン、またいつも通り行きましょうか。ガチガチ、銃しか回避しないんですね。銃しかなんですね。見た目が、全然いけますね。全然いけるわ。やべやべやべ、いやー、やべえの来た。あぶねえ。いや、ちょっとやべえの急に来たよ。耐えた。ああ、オッケーオッケー、ありがてえ。よいしょ。いや、もう1個回復いますか。筋肉くん怖いっすね。おお、おし、え、いや、もうヒーラーのみっすね。いや、来た来た。あぶねえ。よしたオッケーオッケーオッケー、うぅ。勇者の血を引く若き戦士たちは、あなた方がここに現れ、私と戦い、そして勝利したことは時代の流れなのかもしれません。時は流れ、世界が変わる。今はその、節目となるでしょう。ですが、これで終わりではありません。始まりですらないのです。あなた方をここまで導いたのは一体誰なのか、今まで何のために戦ってきたのか、それをよく思い出してみることです。栄養の言葉は言うてみた。やっぱそうですよ。王様ってことっすよね。黒幕が王様ですね。いやー。なるほどね。いやー、これよく作られてますよね。まあ、あと王様とバトルになって終わりっていうか流れですかね、もしかしたら。こんなことになるなんて人間ならさっさと滅ぼしにしまえばよかったんだ。人の平和を乱すのはそんなに楽しいか。戦えって流れになっちゃったんでしょうがないですけどね。レベルアップしたら教えて。やっぱあれですかね、最初のその冥界の王の選択肢をいろいろ試した方が良かったのかもしれないですね、もしかしたらね。あとはちょっと遅いんですけどね。シリーズ持っちゃいますか。ゴールドストーン高いっすね。これにしよう。で、装備が変わってるかチェック。ないですね。これもうラスボスに行くって流れですかね。さあ行きましょう。女性して。
あれか、そっか、あそこの階段とかありますね。あそこに行く流れになるのかな。勇者カラミス、よくぞやってくれた。これで世界は滅びを免れたのだ。冥界の王と天界の王が倒れ、地上界を脅かすものはもはや存在しない。これからはこの私が責任を持って三つの世界を治めよう。うふはー、生きたね。やっぱそうですね。さあ、これは宴だ。準備ができてもしばし待つがよい。ん？で、どうすんの？だがこれでよかったのか。王を失った魔物たちや君たちや我々を恨むことだろう。世界は滅びから救われたが本当に平和になったと言えるのか。もう一回フラグを立てないといけないのか。変わるってわけじゃないっすね。やっぱこっちに行けって流れなんですかね。ここはさ、鍵がないっすよね。この鍵がねえんだよ。いや、そうっすよね。確か会話していかないとダメなのか。ここは怪しいと思うんですけどね。これか。そういえばこの城の北東に王家の祠と呼ばれる場所がある。と同じように聖なる地下秘められると言われて。あ、これですかね、もしかしたら。行ってみますか。走れるのかな。走れるわ。王家の祠。ケロ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 。敵来るのがいいですね。ああ、それ行って下に行けって流れか。ああ、そうですね。これあれか、サーガで気になってた場所だ。ああ、これじゃあ、この作品で行くことになるのか。これですよね。うん。うわあ、怪しさ満点ですね。もしそなたたちが天界と冥界の力を手にすることがあったとき、そなたたちは進み道に迷うだろう。そのときは王家の墓標にもう一度問いかけるが、正しき道が開かれる。ああ、やっぱそうですね。まさにここか。天界と冥界の王の証を持つ者に王家の宝をもたらさん。冥王の言葉と天候の言葉がえると眩い光を放つ。王家の鍵を手に入れた。これだ！来たね！これですね、まさに。どっちかも気になるって言いますよ。これか。これなんか真実が書かれてるのかもしれないですね。不思議な力が体を包み込む。ワープしたよ。まさかのワープした。あそこに、あれが姫だ。姫いるじゃん、あそこに。宝箱を見つけた。宝箱開け、銅の守護石。はいはい。あの王様がもう姫を閉じ込めてたってことっすよね。いや、すごい展開ですね。ここで見えるんですね。様を倒して終わりって流れか。じゃあまず姫様のとこに行けってことですね。さあ行こうか。いやー楽しいっすね。楽しいわ。さっき取ったやつですね。王家の鍵、来た。来ました。ついに来たぜ。で、これか、これだ。これ姫様でしょ。
ああ、まさかこの王家の聖域にたどり着ける人がいたなんて、私はセントランの姫、来た。表向きは魔物にさらわれたことになっていますが、本当は違います。父上の企みを知ってしまったためにここに閉じ込められたのです。母上が亡くなってから父上おかしくなってしまった。母上を生き返らせようと邪悪な儀式に手を止めるようになり、いつからかまあ何者かに言うと心を奪われてしまったようです。どうか父上を止めてください。なるほどね。あなた方に代々、王家に伝わる災いを振り払うという首飾りをお渡しします。これ王家の墓の墓標にかわせば邪悪な存在を映し出す鏡が手に入ると言われています。うん。どうかお願いします。この世界と父を救ってください。王家の首飾りで手に入れた。あ、来たね。あ、これでもう一回行かねえダメなんだ。王家の聖域、王家の魂に守れた聖なる場所なんです。歴代の王の魂ともにあなた方の無事をお祈りしています。ちなみに王家のた、間違えた。余計なことでちょっと。ああ、飛べるんだ。であれば、もう一回やべえに止まって飛べないか。下のことを言ってんのかな。大きな首から使った。あ、やっぱ下で使えたと思うな。ここで使うと別のところに移動できるってことですかね。大きな首飾りを使った。あれ？ここじゃねえの？あれ？どこで使うの？よくわかんないっすね。ここじゃねえのかよ。いや、まさかのここじゃねえのかよ。いや、わかんねえな。あれ、最初の街の方で使えと思うんですかね。一応あのじいさんにも話してみるか。地上界に暗闇を取り据える主人に造した鏡が正しく道を指し示す。王家の首飾り、あ、これでいいんだ。光を放つ。墓標の前に手鏡が、落ちている。真実の手鏡に来たね。ラーの鏡みたいなもんですよね。来た、来ましたね。じゃあ、これでやべやいもう行ってラスボスですかね。多分ね。すべて分かっていると、そう言いたいわけだろ。お前たちの知っている通りだ。私がすべて仕組んだのさ。このふぬけのおさんは心の隙間をついたら簡単に体を乗っ取らせてくれたしよ。冥界と天界の王を倒し、三つの世界を支配すればこの禁断の力で、ああ、じゃこの乗っ取ってやつが黒幕ってことですよね。お前たちはよくやってくれたよ。ゲゲゲ。やってくれた、やってくれた。王家の結界とかいう妙な力で守られてるせいで、オデット姫を始末できなくて閉じ込めるのが精一杯だったのがおさんといえば誤算だったけどよ。そんなことは今更どうでもいい。わかるだろ、このみなぎる力。感じるだろ、この満ち溢れる悪意。私は、歪んでますね、文字が。この力で全てを暗闇で覆い尽くすんだ。来た。来た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 。いや、闇から叫び、来たね。いやー、これ見たことあんな。来ましたね。やりましょう。
ガチガチ。いやー、やっぱ全体攻撃タイプか。当たってくればいいっすね、メタメタが。ナグーレとかで辛味噌あげるか、じゃあ。うん、10しか上がんないのしょぼいっすね。なんと当たるやつないんですかね。弱いタイプですよ。1とか言ってもなんか攻撃当たってるから。いやー、来た来た、やべえの来た、あぶねえ。ふう、2人火、あ、そっか、ここ使えねえのか。だってやるんであれば、ここで、こうですかね。よし、間に合った。あれが来ると危険ですね。よし、来た。回復に回すか。いやー、来た来た来たね。俺が来ると厄介ですね。いやー、もたなかった。いいつえ辛味噌たちは無駄な抵抗するから全員やられてしまうのだ。すべて終わった。もはや戦う必要はないんだ。もう間もなく宴が始まる。お前たちもおとなしく待ってるだよ。金が半分になって。いや、リセットします。いや、金半分うっとうしいっす。やっとやな。いやー、あれがやっぱ強いな。いやー、全然当たんねえのきついな、これ。うわー。よくわかんねえばっかっすもんね。ガチガチ。いきなり来た、いきなり来た。いきなり来ましたね。ヒラリス、ヒラリス。ナグーレ、カラミソ。ヒーラーのコーナー。でも回復すんじゃねえよ。来た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 。コーディか、コーディ。
あぶねえ。耐えた。いや、地獄だ。辛いなので覚えていないんですよね。ある意味良かったのかな。よし、耐えた。あ、もう辛みさひたすら攻撃させましょう。いや、終わんないんで。完全に辛みそぎです。よいしょ、オッケー。痛い、痛い、死んだ。いやー、死んだー。くそー。この野郎。ちょっと待って、ヒラリスの生き色。うん、耐えろ。よし。ヒーローの。いやー、つえー。くそー。いや、もう、運ゲーじゃねえよ、こんなの。いや、すぎだろこれ。きついって。いや、運ゲーすぎる。あー、くそ。いやー、2ターンであれやられるときついっすね。なんかガッチガチに固められるのがあればいいんですよね、こういうので。見るか、今回。使ってみましょうか。やっとやな。刀の雷。ここはまず、ガチガチ。上置きしていけばいいような気がするけど。1とか言ってなかった。しっかりせいや。1って言ってたよ。バカじゃねえな。1なんて。いやー、こいつヒットポイントいくつなんだよな、しかし。いや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 、強すぎる。くそ。いやー、これレベル嘘なんですかね。なんかそんな可能性が高くなってきたね、これ。いや、いかんでも無理っすよ、これ。いやー、もう、達成。いやカラミソヒラリス1キーロコースかな。いやー、地獄すぎる。いやー、無理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 。死んだ。いやー、つえー、こいつ。弱体化みたいなできればいいんですけどね。いや、レベラギスの展開のあの奥に行くしかないっすもんね。ダメんだよな。いよいよやな。なんか倒せそうな感じはするんですけどね、さっきのね。例えば、こういうの、何でしたっけ。
あ、もうなくなってるわ。なくなってますね。いや、でも行くしかねえだな。いや、行きましょう。いやー、地獄。試しに、ガチガチもう一回やってみましょうか。10上がりますね。いや、一緒だ。一緒っすね。一緒だわ。じゃあ、投げましょう。ゲーってことっすね。よう、わかりました。よし、お、よし、やった、いやー、来た。うぅ。耐えろ。よし、オッケー、危ねえ。もう一回ギラリスにしとくか。いやー、来た、100食らってる。地獄だ。いやー、死んだ。ついに死んだ。いやー、来たね。ちょっと待ってね。ヒラリス、メッキーロー。いやー、タイミング悪いんですよね、生き返るタイミング悪いんだよなー。いける。よーし、耐えた。なんとか耐えました。 MP がね。豚骨はちょっと MP 回復しましょうか。魔導士の飛躍、まずからです。で、魔導士の飛躍を、ネギ子。よいしょ。ヒーラードをネギ子。いけ。いやー、ヒットポイント高すぎだよ、もう。いくつあんだよ。うぅ。よいしょ。また使っとくか。いいか。よし、来た、よし、倒した。よっしゃ。疲れた。よし。いやー、強かったね。よし。なんだよ、こんなはずねえだろうがよ。やめて、やめて。消える。意識が消える。光が強い。光が。消えたくないよ。怖いよ。暗いよ。寂しい。悲しい。ただの暗闇に戻るの、もう嫌だ。光とも邪悪な黒い闇が消えてなくなった。ああ。
あ、これで元に戻ったんですね、王様。私はなんていうことを、死んでしまった妻を蘇らせるだなと、間違った考えを持たなければ、私の弱い心が邪悪なものに負けてしまったのだ。勇者たちはそして姫をすまなかった。だが私はまだ生きている。生きていれば罪を償うことができる。この命三つの世界のために使うことを誓おう。うん。で、セーブしましょう。目星です。面白い漫画は何かと問われたらと、あれ？ちょっと待って、セーブできないっすね。王家の力にかき消された。あなた方に謝らなければなりません。このような戦いに巻き込んでしまったこと、父親がやったことは決して許されることではありません。ですが、償うことができないわけでもありません。地上界、天界、冥界は父親と二人でもあり、直接謝罪するつもりです。謝罪しに行くんだ。そしてあなた方三人の力で王を失った天界と冥界、そして新たな王となって、この地上界も収めてほしいのですね。5時ですね。どうかあなた方3人の力をお貸しください。はい。ありがとうございます。ほんの少しですが、希望が見えてきました。今は、小さな光かもしれません。この小さな光がやがて大きな希望の光となり、人々を幸せに導けるよう、私たちも微力ながらあなた方のお力になります。さあ参りましょう。新しい希望への旅立ちです。あ、来た。終わりましたね。よっしゃー。なんとかクリアできたよ。これにてこの物語はおしまいです。平和な時代が終わりを告げ、天界と冥界の王が倒れた今、三つの世界は秩序を失い、混沌に包まれてしまいました。うん、この物語、結末は決して幸せとは言い切れません。ですが、陰性の迷惑に縛られていた三つの世界が共に歩んでいく、きっかけとなる出来事でもあったのです。ガディアを操る勇者たちが、今度は自らが守護者となり、世界をそしてそこに住む人々を守り導くとので、三つの世界は新たな関係を築くことはできるのではないでしょうか。それには長い長い時間がかかりますが、それはまた別の機会にお話しすることにいたしましょう。うん。これはですね、これで、それではこれにて、閉幕とさせていただきます。またいつかどっかでお会いしましょう。この続きを見たい方は、ガディアクエストサーガですね。2の、あれの挑戦状2の、ガディアクエストサーガを、見るといいと思います。配信として残ってるので。第1部、異界の王の宴。終幕。ちなみに第2部はないっぽいですね。サーガは3作目って話。第2部はどこ行ったんだよって。ガディアクエスト。エンドロールですかね。エンドロールっすね。シンヤンアリオン。プロデューサーがしっかり、シンヤンアリオンになってます。実際アリオンはどこまで関わったのかってのありますよね。ガディアクエストサーガとか。ガディアクエスト、うん、基本的にはアリノになってますけど、ディレクター正信鈴井、1987年。本当かよ。ジエンド、来たね。ハッピーエンドじゃねえんだ、ここは。ジエンドなんですね。で、これタイトルに戻る感じか。一緒っすよね。一緒なんで、この時点で、下画面に戻って、チェックするんですね。あ、祝クリアになりました。オッケーです。どうしましょうね。次回にするか、この辺は。残ってるのはこの3つなんで、次回やりましょう。うん。よろしくお願いします。それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。